人の行方を追っていたわしは一枚の写真を入手する。そこには全身に火傷を負った男の姿が映し出されておった。間違いない、この男は。写真の男が和也だと確信したわしは、遺体の行方を追っていくうちに G 社という新興企業に行き当たる。 G 社は入手した和也の遺体から遺伝子データを解析し、新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知ったわしは鉄拳衆を引き G 社研究施設へと向かった。生きておったのか。やつを消せ、手段が問わん。まんまと取り逃がすとは。だが和也よ、三島財閥投資の座をかけたこの大会、無視することはできまい。舞台は整った。あとは。お前も現れると思っておったわ、ジン。和也をしのぐほどのその力、わしがもらう。わしは諦めんぞ。いつの日か必ず。